車検のコバック米子店プレゼンツ、コバックと愉快な仲間たち。この番組は車検のコバック米子店の提供でお送りいたします。こんにちは、 P さんです。こんにちは、車検のコバック米子店のまっちゃんです。この番組いろんな時間帯に流れてると思うんですけど、今我々はね、はいはい、収録で夜撮ってますから。そうですね、夜のテンションでね行きたいなと思います。はい、はい、夜もテンション高いですから大丈夫。そうですね、はい、ということで、もうあっという間に9月、秋になりましたね。そうですね、もうめちゃくちゃ暑かったですけど、なんとかねえ、まあ涼しくなってきたかなと。はい、このコバックのね番組も、はい、春からね新番組としてね。そうですね、はい、春から新番組 ね切り替わったというか、はい、な感じなんですけど、はい、本当あっという間にもう半年、そうですね、過ぎまして、はい、はい、非常にね皆さんの反応とかもいただいて嬉しいことなんですけど、はい、ね、はいはい、ということでこの9月ものすごく嬉しいキャンペーンをやっておりまして、はい、まっちゃんの方からよろしくお願いします。はい、9月ですね、はい、まあ、車検のコバックと、うん、あとはうちはジョイカル米子中央店ということで、はい、いわゆるもう月々1万円リースといえばジョイカルと言われてるんですが、うん、いや月々1万円はまっちゃんですよ、はい、あ、そうですね、はい、まっちゃんといえば、はい、月々1万円リースのジョイカルということで、はい、もう今回ですねジョイカル、9月1日から11月12日日曜日まで、はい、秋のキャンペーンということで、うん、またイベント内容盛りだくさんで、キャンペーンがスタートしました。まずですね、毎週10万円が当たる家計応援キャンペーンということで、うん、毎週10万円2名、うん、5万円が8名に当たるというですね、はい、これは全国でのキャンペーン、まず始まりました、はい、で3エリアで、また独自のキャンペーンもご用意してまして、うん、ご来店いただきましてアンケートをご回答いただくとギフトカード1000円分プレゼント。でアンケート書くだけで。そうですね、うん、じゃあ、はい、すでにご来店していただいてアンケート書くだけでも1000円はゲットできると、はい、まあそうなんですよね、はいはい、ギフトカードをプレゼントさせていただいておりまして、はい、さらに、うん、プラスしてですね、うん、セブンマックスリースのご契約のお客様、まあ乗り時リースもですね、うん、はい、入りますけどもリースのご契約で3つから選べる特典5万円プレゼントということで、はい、何が3つ選べるのかと言いますと、はい、まず特典1、車検代のお値引き5万円でかい、または、下取り保証5万円それも嬉しい、はい、または、オプションプレゼント5万円と。あ、嬉しいね、はい、これ3つ選べるようにしている理由としてはですね、はい、まあ、例えば初めてお車を手にされる方、うん、下取りってないですよね。まあ、もともと車ないですからね、はい、であとは納期問題もありますので、うん、はい、車検をしてちょっと、まあ、納期来るまで待とうかなっていう方は、はい、5万円車検で値引きしてほしいなっていう方もおられると思いますし、うん、まあ、そもそも、何もないし、うん、車検も別に余裕で間に合うから大丈夫だよって人は、うん、まあ、オプションから5万円引いてほしいなっていう、あ、まあ、いろんな方が使いやすいニーズに、なってるような形で特典をご用意させてもらってます。めっちゃいいですね。これね本当に毎回言われるんですけど、うん、ご家族とかでご利用いただいてる方で、うん、お父さんお母さんはキャンペーンの時に買ったけど、うん、息子はたまたまちょっと車欲しいなって時キャンペーンじゃないと、うん、あ、でお父さんお母さんもりもりのキャンペーン中に車買ってるんで超絶お得ですよね。そうなんですよ、めちゃめちゃお得に買ってて、うん、でてか今回何もないのみたいな、いや今キャンペーン中じゃないんですよってなると、はいはいはい、結構なんか息子がブーブー言ってたよみたいな、ブーブー言いますよね、お母さんの時はあんなあったのにみたいな、うん、差別だってなりますよね。でも本当にねそのくらいね僕らもこのキャンペーン中ってのは、うんうん、まあ、売ってる僕らが本当にもうやりすぎでしょと、うん、こんなんで車売ってなんか意味あんのかなくらいもうモリモリでやるので利益が残るのかなみたいなね。そうなんですよ、これ売ってなんか儲かってんのかなみたいな、はい、本当にそういう状態でもうお客様にもう還元っていう形の本当に、約2ヶ月ちょっとですかね、はい、はい、始まりますので、うん、ぜひぜひですねこの機会をご利用いただいて、うん、そうですね、まあ、納期もかかりますので、うん、実際本当にフラットね納期どんくらいかかるかっていうのも聞きに来てもらったりとか、うん、いろいろまた新型車出てますんで、うん、お値段を聞きに来てもらったりするといいのかなというふうに思います、はい、ぜひねフラットでもいいんで
まあ、遊びに来ていただいて、ね、話にちょっとね、していただくだけでも全然違うと思いますしね、はい、まあ、そのアンケートね、うん、ご記入いただいただけでギフトカード1000円分プレゼントもしてますんで、うん、ランチ代になりますよ。そうですね、はい、もう、いろんな店舗回ってもらって今悪いこと言いましたね。いや本当にお客さんにとって得な方。山陰って今ジョイカル何店舗ぐらいありましたっけ？15、6、もうちょっとあるかな、15から18とか店舗数、はい、島根鳥取でありますんで、うん、マラソンする人出てくるかもしれませんねそうですね、はい、まあ、いろんなね店舗あります。店作りとかね、はい、全然やっぱり特色違いますし。そうですね、はいはい、面白いと思います。あとこのコバック米子店だけで、はいはい、やるこのラジオのね9月のキャンペーンも、はい、あ、そうですね、はい、ラジオを聞いていただいているリスナーの方限定でですね、はい、先月までエアコン点検させていただいておりましたが、うん、まあ、9月入りまして、うん、ちょっとまた変えようかなと思います、うん、9月はですね、リスナーの方限定で洗車機での洗車を無料というところで、うん、これ前回もかなり、お客様に喜んでいただいて、はいはい、洗車機での洗車なんですけど、うん、本当に、まあ、通常スタンドさんとかでやろうと思ったら3000円くらいするような、うん、かかるかかる、はい、コーティングのコートが入ったですね洗車機になりますので、はい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 、こちらの方またリスナーの方限定で無料で、させていただけたらなと。これは絶対に見逃せないですね。そうですね、まあ、ちょっと今暑いのが終わってですね、うん、多分皆さん暑い時期って洗車する気にもならないですし、うん、いくら洗車機しても吹き上げで汗かいたりするんでなんか拭いてる最中に自分の汗でまた濡れるみたいな。自分が洗車機に入りたいみたいなね。そう自分が洗車されたいぐらいだと思うんで、うん、はい、本当に、この機会ねぜひ見逃さずにご利用いただけたらなと。まあ、ちょっと洗車もねきちっと吹き上げまでするので、うん、お時間かかりますんで要予約ということで、はい、よろしくお願いいたします。まあ、なのでこのね、洗車無料キャンペーンとともに、はい、車の方もねぜひご相談いただけたらもうダブルで嬉しい。洗車の待ち時間でもいいかなと思いますね、うん、お声かけていただければ ね、はい、はい、あとはあれですよね、車検も予約早めに取っていただくとコバックの割引めちゃくちゃありますよね。そうですね、早期割引ありますんで、はい、みんなびっくりすると思いますよ。そうですね、はい、割引とかいろんな特典たくさんありますんで、うん、本当にお早めにご検討いただけるといいのかな、はい。まあ、そんな P さんもねこのコバック米子店にね、はい、車検ずっとお世話になっておりますので ね、はい、もうね、何もね言わなくてもね連絡が来ますから。そうですね、いついつ来てくださいねと、はい、もうそのぐらいねお任せができるお店っていうことでね、はいはい、車検切れてると一番まずいですからね。あ、たまにそういう人いますよね。あ、おられますね、はい、本当にガチで忘れてるみたいな、はい、やっぱりそこはやっぱ僕らから言わせると、うん、担当してるやっぱお店がきちっとお客さんの車検切れじゃないお車をきちっとご案内しないと、はいはいはい、把握してないでしょうねお店側もね。そうですね、そうなってくるとちょっと難しいかな。そういうやっぱお店って結局他のこともずさんだったりするっていうことなのでね、やっぱりきちんとしてるっていうね。お客さんがね、もう早いなくらいの手前でね、うん、ご案内しないといけないかなとはい、はい、ということで、今月のテーマなんですけど結構喋っちゃいましたけど、はいはい、グルメ特集ということでね、はい、まずはちょっと僕の方から、あ、スイーツ特集だ、スイーツ特集ということでね、はい、僕の方からおすすめねさせていただきたいところはですね、はい、まあ、絵画とかね、はい、いろんなね作品壺とかも楽しめる、はい、焼き物とかも楽しめる場所なんですけども、はい、足立美術館ですね。あ、はい、足立美術館の中に喫茶コーナーがあって、はい、喫茶店ちょっと庭も見ながらスイーツも楽しめるみたいな場所があるんですけど、僕はその中で、モンブランをいつもお願いしてるんですけど、はい、とっても美味しいんですよここのモンブラン。足立美術館のモンブランはちょっときめが細かい系の、はい、おそらくちょっと詳しくは聞いてないですけど、はい、和栗だと思いますね。うん、色もねちょっとこう茶色い系っていうか、はいはい、黄色系のやつじゃないやつ、あ、はい、着色されてないやつですね、いわゆる。でキメが細かくて本当にサクサク食べれるし、でやっぱり雰囲気がいいんですよね。まあそうですよね、そうやっぱ足立美術館に行く系の人が、はいはい、さらに喫茶店に行く、はい、層みたいな、はい、ああいう層なのですごく落ち着いた雰囲気と空気感、ね、はい、なので非常に癒されますしね、
本当場所代だけでもね、もうお金払いたい。そうですね、うんうん、入場料も結構かかるからね。はい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 。いや雰囲気は大事ですよね、絶対。はい、僕は毎年ね、秋には必ずやっぱり行ってて、うん、あそこ庭園も綺麗じゃないですか、はい、秋が一番おすすめ。へえ、これはもう断言できます。はい、ちょっと行ってみたいな。うん、マジでいいです。まあ、今9月はちょっと早いかもしれないけど、はい、10月とか終わりぐらいになると、まあ紅葉も兼ねてね、うん、非常に庭も綺麗ですし、その庭を見ながらのモンブラン、はい、いいコーヒーも美味しいしね、ぜひ。あのね、一回絵画とかも何も見ずに、はい、喫茶店だけ利用するために入ったこともあります、ね、やばいじゃないですかそれ。やばいですよもう、はい、ドハマりしそうじゃないですか。ヘビーユーザーですよもう、喫茶店を。そう、喫茶店のヘビーユーザー。うーん、なのでね、まっちゃんもぜひ。ちょっとまっちゃんには似合わないかもしれないですけどね。いやいやいや、大丈夫です、うん、前回教えてもらった有志園のね、はい、ボタン、あー、はい、あれもちゃんと見に行きましたしね。あー、はい、喫茶コーナー行きました。喫茶コーナー行きました。あ、いいじゃないですか、はい、しっかりP さんに教えてもらったところを、うん、自分のものにしようと。ほーえ、じゃあもしかしてうなぎ屋渡月行きました？うなぎ屋渡月はまだ行ってないです、ね。まだ行ってない。ああ、行きたいんですよね。なかなかね、行けてないですね。なかなかね、土日だとちょっと混むんでね、やっぱり平日。そうですね。目指して行ってもらえたら。グルメもそのおすすめのスポットもね、うん、真似して大人になろうかなと。はい。ということで今回は安来市にある足立美術館の中にある喫茶店でした。はい。はい、ということで、ね、もう一度ね、今月のキャンペーンさらっと。はい、はい、今月のキャンペーンは、リスナーの方限定で、うん、洗車機での洗車を無料ということで、行っております。はい、洗車機での洗車もですね、拭き上げもきちっとさせていただきますので、うん、はい、お時間少しかかりますので、要予約ということで、うん、事前に、ご予約のお電話お願いいたします。はい、そしてジョイカルのキャンペーンで、そうですね、ジョイカルのキャンペーン、秋キャンペーン始まりましたので、うん、ご来店いただいたお客様で、ね、アンケートご記入いただいたら、うん、1000円分のプレゼントもしておりますので、うん、はい、ぜひぜひですね、この機会にご来店いただいて、うん、お車の相談していただけたらなと思います、うん、はい、はい、僕もアンケート書いてもいいんですか？ P さんはアンケート5枚書いてもらったら、うん、5枚？はい、じゃあ1枚200円ですか？そうですね、そういう計算になります。ちょっとえぐいですねそれはね。いやでもね、僕もちょっと様子をね見たいんで、そうですね、アキキャンの遊びに行きたいなと思いますんで、はい、よかったらね、皆さんもね、ぜひコバック米子店に遊びに来てください、はい、ということで、あっという間の時間でした。今回も P さんと車検のコバック米子店のまっちゃんでした。それでは皆さん、また来週楽しみにね。車検のコバック米子店プレゼンツ、コバックと愉快な仲間たち。この番組は車検のコバック米子店の提供でお送りいたしました。新番組車検のコバック米子店プレゼンツ、コバックと愉快な仲間たち、パーソナリティの P さんとまっちゃんが山陰のグルメやおすすめスポット、相変わらず映画なども紹介、毎週火曜日14時半から。今月はラジオを聞いたリスナーの方は洗車無料、コバック米子店へ遊びに来てね。車検のコバック米子店プレゼンツ、コバックと愉快な仲間たち。この番組は車検のコバック米子店の提供でお送りいたします。 Hey P さん、こんにちは。車検のコバック米子店のまっちゃんです。ちょっと勢いつけてみましたけど、どこまで喋るんかなと思って、の僕の入りが分かんなかったです、ね、こういうパターンもありますからね、はい、もうヒップホッパー P さんということでね。Hey、 もうここしかないけど、そこしかもうヒップホップの要素なかったですよね。なかったですけどね、はい、はい、ということで、あっという間にね、秋が到来しましたけども、はい、この秋すんごいキャンペーンをね、今まっちゃんがね開催してますね。そうですね、はい、もう僕が開催していると言っても、はい、過言じゃないかなということで、まっちゃん祭りを開催しておりまして、はい、今回その詳細をよろしくお願いします、はい。
車検の小箱米子店はですね、ジョイカル米子中央店ということで、うん、車検、はい、もしまたはですね、はい、車販もですね、はい、どんどん、取り組んでおりまして、はい、まあ、どちらかというと、まあ、ジョイカル米子中央店の方が有名じゃないかなとか思ったりも勝手に僕は思ってますけど、まあ、車検の小箱米子店、ジョイカル米子中央店ということで、うん、ジョイカル、の方がですね、はい、9月の1日金曜日から秋のキャンペーンということで、はい、まあ、ジョイカルを知っておられる方は本当キャンペーンって聞いたら、うん、またやりだしたかと、とんでもなくモリモリのキャンペーンをって思われると思うんですけども、まずですね、本部の方が、ご用意してますキャンペーンが、はい、毎週10万円が当たる家計応援キャンペーンということで、うん、毎週10万円が2名5万円が8名に当たりますよというキャンペーンをやっております。当たりまくりじゃないですか。そうです。で、うん、これ、うん、全国のキャンペーンでしょと、いわゆるこれ、毎週10名っていう計算になるんですけど、はい、全国で毎週10名って当たるわけないじゃんって思われがちなんですが、この米子の小さい町で当たるかと。はい、ですけど、うん、春のキャンペーンもあったんですが、はいはい、2等、その時は2等5万円が、はい、1名うちのお客様、うん、で、3等の3万円は、はい、4名出てます。へえ、結構当たってる。はい、でもその5万円当たったお客さんなんか、うん、その時のキャンペーンでまたなんかいろんなオプションプレゼントとか、うん、この5万円当たったりとかで本当にもうプラスアルファいろんなものがついて、はい、とんでもなく喜んで待ってたんですけど、これね結構ね、うん、うちの店舗当たってます。へー、なのでまあ、当たらないと思って応募してくださいねとは言うんですけど、うん、実際当たりましたよって電話すると、うん、びっくりされて、うん、なんか詐欺の電話ですかみたいな。あ、いやいやいや本当に当たりましたよみたいな。なっちゃんってなんか詐欺師の匂いがしますからねはい、であとはですね、山陰エリアもですね独自のキャンペーンご用意しておりまして、はい、まず来店プレゼントということで、うん、アンケートご回答いただいたお客様ギフトカード1000円分プレゼントというキャンペーンを行っております、うん、これは絶対にもらえるってことですよね。アンケートをご回答いただいたですね。素晴らしい、まあ、きちっとしたアンケート用紙ありますんで、はい、まあ、完全記入ですよね。あ、全部上から下まで、まあ、はい、あまりにもちゃちゃちゃっと書いてはいみたいなんだとちょっと困りますので、まあ、そこは皆様常識あるお客様だと思ってますんで、はい、アンケートを ご回答いただいたお客様はギフトカードを1000円分プレゼント、うん、であとはもう一つですね、うん、リースのご契約で、3つから選べる特典5万円プレゼントということで、うん、車検代のお値引き5万円、うん、または下取り保証5万円、うん、で、またはですねオプションプレゼント5万円ということで、どんなお客様にも、この5万円プレゼントが対象になるように、3つ特典をご用意しております、はい、でさらに、まあ、キャンペーンとは関係ないんですが、やはり、カーリース新時代ということで僕らは最近、騒いでますけど、うん、これまでですねお車を買うのに、はい、クレジットカード払いって基本なかったんですよね。まあ、聞かないですよね、はい、車をクレジットカード払いで乗れるのですけど、もうついにもうセブンマックスで、はい、業界初のカーリースクレジットカード払いを、全車種全プランで利用開始ということで、うん、業界初のカード対応という形でクレジットカード払いも、スタートしております、うんうん、まあ、リースされるのにですね銀行引き落としだと、まあ、ポイント何もたまらないですが、はい、カードで引き落としさせていただくことによってポイントもたまったりですね、うんうん、本当にいろいろないいところたくさんありますんで、ジョイカルですねもうどん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 前に進んで新時代と突入していってますんで、突入突入、はい、これ本当に見逃せないキャンペーンじゃないかなと思っております、うん、はいはい、最高ですね。最高ですね。いや、なんでこんなに、はい、この特典とかもりもりつけてくれるんですか。やりすぎ感すごいですよ。多分ですけど売ってる僕の感覚でいくと、うん、儲かってないと思います、はい、なのでちょっと待って待って、そういうの言っちゃうの儲かってないと思います多分、はい、あ、
このキャンペーンが始まると、これあんまりぶっちゃけがたお話かもしれないですけど、もう数売れと車は、うん、そういう時大体儲かってないです。へえ、はい。ですけどいいんですよ。もうこのキャンペーン中はいろんなお客さんに、うん、キャンペーンもりもりでいい思いしてもらってで、新しいお車買い替えてもらったりとか新しいお車乗ってもらったりとか、うん、喜んでもらえたらいいのかなと、うん、まあでも車って買ってはい終わりじゃなくてそうなんですよね。そこからが長いお付き合いというかね、はい、そこからがスタートライン立つのでご納車の日からやっぱ僕たちお客様の、うん、これからのカーライフ僕らはまあ全力で支えるサポートする、うん、スタートになるんで、うん、なのでまあ本当にキャンペーン中はもうモリモリでお客さんどんどん得してもらって、うん、でまた僕らはねそのお客さん喜んでもらったらそのね、知人の方友人の方ご家族紹介していただければ、はい、あまあよかったなというところになります。でも本当にねこれキャンペーンが終わっちゃうと、うん、もうスパッとマジで何もなくなるんで。いやだから今じゃない、そうなんですよ、皆さん今ですよ。キャンペーンが終わった後のこの何もなさって結構僕らもギャップがあって、うん、なんか申し訳ない気持ちになりません？なんか申し訳ないなみたいなこんななんか何もないので、ね、契約してもらうのなんか申し訳ない。たったね1日違うだけでね。いや本当そうなんですよ、はい、もう11月12日でピシャリ終わりますんで、うん、これ本当に皆さん見逃せないですよというところでご案内になります、はい、ということでね皆さんぜひコバック米子店、そうですね、ジョイカル米子中央店、米子中央店ですね、はい、間違いなくねこちらのお店に遊びに来てください。そして、今月のキャンペーンなんですけど、はい、あキャンペーン、ラジオのね、はい、はい、そうですね、ラジオだけのキャンペーンもやってますよ、はい、ラジオのリスナーの方限定でですね、うん、洗車機での洗車、無料でさせていただいております。まあ、暑い夏が終わりまして、まあ、洗車車汚い、まあ、いろんな夕立とかでね車汚れてると思うんですけど、ぜひぜひですね、洗車機での洗車、ご利用いただいて、撥水コートで、洗車させていただきますんで、はい、またこの洗車機の撥水の威力もですね、体感していただけたらなと思います。これ吹き上げもスタッフの方で行いますので、お時間、まあ、2、30分見てもらったらいいのかなとは思うんですが2、30分お待ちの間に、まあ、お飲み物を飲んでいただいて、あとは、まあ、気になるお車等あればですねご相談いただいて、はい、有意義に過ごしていただけたらなと思いますので、ぜひぜひ、これ要予約となりますので、フリーダイヤル 0120-589-475 ですね、コバックヨナゴっていう番号ありますのでこちらにお電話いただけたらと思います。必ずラジオ、はい、聞きましたよと、うん、洗車無料のキャンペーンで電話しましたと言ってやってください、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、さあ今月の、ね、特集なんですけどスイーツ特集ってことで、ね、はい、今日はまっちゃんの方から紹介お願いします、はい、僕が今回紹介する、うん、お店にはなるんですけど、はい、パンドラの箱ヨナゴ店さんですね。ね、いいよね、はい、有名なのは、はい、どら焼きじゃないですか。あ、はい、もしかして、はい、これねやっぱあのね米子県内の人ってみんな知ってる、はい、そうなんですよ、ドラドラ生ドラ、うん、はい、もう蜂蜜とかフレッシュな卵をたくさん使ってて、うん、ふんわりと焼き上がったも、まあ、自慢のまあどら焼きですよね、はい、で結構新鮮な生クリームと小豆があって、うん、ちょっとブランデーのほのかな風味が味わいが、まあ、一層引き立てますよっていう感じで、どら焼きって結構なんか和菓子みたいなイメージがあるんですけど、ね、この生どらは、ね、全然違います、うん、本当に美味しくて、うん、でちょっと冷たいっていうか冷やしてあるので、はい、まあ、サクサク食べれるということで、うん、この生ドラ僕大好きで、うん、今回ちょっとご紹介したいなと。いやまっちゃんに似合うよねドラ焼き。ドラ焼き、うん、ドラ焼き食べてそうマジですか、うん、それなんかあんまり喜んでいいのか分かんないけどドラ焼き食べてそうでおばあちゃんと隣同士になって食べてそう。いやもうお茶とドラ焼き最強ですよ、うん、はい、熱いお茶。ただね、ああいうこうスタンダードなどら焼きをみんなイメージすると思うけど、はい、さっき言ったように僕はキンキンに冷やして食べるのがすごい好き。めっちゃ美味しいですね。だからどら焼きっていうよりはなんだろうな、アイスじゃないですかね、アイスケーキみたいな、はい、アイスケーキみたいな、アイスケーキに近い感覚で食べれて、はい、まあ、デザートでもあるし
ちょっとグルメ寄りのご飯寄りな感じもあるし、はい、すごく美味しくてね、ボリュームもあって、でそんなに高くないしね。そうですね、1個200円とかそのぐらいかなっていうところで、うん、まだまだ多分企業努力でそのぐらいの金額でやってると思うんですけど、はい、本当だったらもっと高くてもね、いや高いと思いますよ、売れるし、はい、あれは東京で売ったら本当 400、500円するんじゃないかぐらいなクオリティですよね。高いですね、めっちゃ美味しいですね、うん、これもあの好きすぎて、うん、車検の小箱米子店、はい、セーフティー車検ですね、うん、受けていただいたお客様にプレゼントしてるんですけど、はい、実は僕それもらいました、はい、はい、生ドラの10個だったっけ、6個です、あ6個か、はい、あそう6個もらって、はい、なんかあのちょっと都合があって僕一人しかいなかったから、はい、僕一人で6個食べたんですよ。さすがに6個はきつかったね、6個食べたらちょっときついかもしれないですね、ちょっとあのやっぱ甘さが残るからね、はい、きつかったですけど、でもめちゃくちゃ美味しかったですね、でめちゃめちゃ喜んでもらってて、うん、喜ばれるね、はい、あれはね、生ドラね6個詰め合わせプレゼントもね、実施してますんでね、はい、はい、ラジオ聞いてもう生ドラ6個詰め合わせのキャンペーンもね、うん、実施してる時に車検受けてもらったら一番最高かなと、しかもね、この車検のコバックさんはね、はい、早めに車検を予約するとまた割引がね、そうですね、早期割引ありますんでね、はい、だから割引されてプレゼントももらえるから、はい、大丈夫なのみたいな、でもあんまりねあの大丈夫かなっていつも思ってますけど、うん、なんとか大丈夫なんかなっていう、はあ、まあ、それだけねやっぱりお客さんに信頼されてお客さんも多いっていうことですよね、そうですね、はい、皆さんに支えられておりますよね、はい、はい、ご利用いただいております、はい、はい、ということでですね、今月9月からのね、キャンペーンもりもりですので、はい、はい、で、ジョイカルとその山陰限定エリア、エリア限定のキャンペーンっていうのは11月の12日まで、はい、ですので本当に早め早めに、そうですね、はい、ご予約してご連絡していただいて、ご来店よろしくお願いします。アンケートに答えていただけるだけでも非常に嬉しいです、よろしくお願いします、そうですね、はい、はい、ということであっという間のね15分間でした。今回も P さんと車検の小箱米子店のまっちゃんでした。はい、それでは皆さんまた来週、次は僕がスイーツを紹介するね、じゃあね。車検のコバック米子店プレゼンツ、コバックと愉快な仲間たち、この番組は車検のコバック米子店の提供でお送りいたしました。新番組車検のコバック米子店プレゼンツ、コバックと愉快な仲間たち、パーソナリティの P さんとまっちゃんが山陰のグルメやおすすめスポット、相変わらず映画なども紹介、毎週火曜日14時半から。今月はラジオを聞いたリスナーの方は洗車無料、コバック米子店へ遊びに来てね。車検のコバック米子店プレゼンツ、コバックと愉快な仲間たち、この番組は車検のコバック米子店の提供でお送りいたします。こんにちは、ワンダーランド P さんです。こんにちは、車検のコバック米子店のまっちゃんです。はい、まっちゃんワールドみたいなの作りましょうよ。結構ありますよ本当に、はい、結構あるまっちゃんワールドあるんだ、はい、まっちゃんワールドって多分ねあの車のレースができるしチャリンコでこう、ねはい、焦げるし、あと釣り堀あってあってスノボーできてあってジェットスキーもできてできてもういろいろあるから、ね、グランピング施設でバーベキューしかも映画館もあるっていうね。映画館もあります、ね、騒がしいのか静かなのかよくわからないしね、もうなんか何でもやりたいんかっていう話なんですよね、うん、はい、でもどっちかっていうと本当アクティブ寄りですよね。そうですね、どっちかっていうとね、もう僕本当になんか体調悪くて、うん、熱が高熱出たりするとき以外、うん、朝起きて、うん、また寝るまで、はい、家に一日中いることってほぼないです。多分365日の中で本当風邪ひかないときとかも全然あるので。じゃあもう家いらなくない？なら家はもういらないです。別にいらないよね、はい、寝れる場所があったら別どこでもいい。キャンピングカーでいいですよね、はい、全然いいですよはい、そのくらいもうじっとしてられないですよね。本当住所不定とかでいやそれはさすがにそれちょっとさすがにそれはちょっと、ね、それはなんかちょっと、はい、いろいろ仕事の兼ね合いでちょっと良くないかもしれないですね、はいはい、あの人大丈夫かなと思って、うん、そんなねまっちゃんなんですけどね、はい、実は米子
あ、コバック米子店の店長、はい、ですよね、いつからでしたっけ。いやもう何年くらい前ですかね。3年とか。あ、3年くらい前からずっと店長。はい。へえ。実は隠れ店長。あんまりね、店長ってね、なんかまあ誰かがやらないといけないですから、別にそんな僕店長だぜみたいな感じはもう全く、はい、まあ一応責任者として。いやすごいですよ、はい、3年間ぐらい。もう3、そうですね、最前線で。もうちょっと長いかもしれないですけど。へえ。店長の次は何になるんですか。店長の上は、うん、ないです。あ、もうすぐ取締役。はい、はい、はですね。まあその上はないですね、うん、この、はい、あ、じゃあ一応ナンバー2ってことなんだ。その中では、まあそうなるんですかね。そうなりますね。あんまり僕はなんかそのポジションとか肩書きとかあんまり気にしない派なんで、はい、名刺を交換したりして、あ、店長さんなんですねって言われると、あ、そう、あ、だったなみたいな。いやもしかしたらバイトなんですけどねみたいな。わからないですよみたいな。いやでももしかしたらね、あの新しいお店ができた時に、はい、またそこのね店長になるかもしれないしね。これから広げていくのも面白いかなと思いますけどね。はい、うん、まあ面白いですね。そのなんかいろいろな企画したりとか、うん、まあスタッフと和気あいあいやりながら、はい、はい、まあ、スタイル的にはもうやるときやる、遊ぶとき遊ぶって感じなんで。そうですね、はい、ということでね、今日のねスイーツ、はい、やっぱり秋になったらねここ行きたいよ。これ景色もね楽しめる、はい、マナイばあちゃんのせせらぎレストランは行きたいよね。はい、ここはね、まあ、季節によっていちごとかね、はい、ブルーベリー、あとシャインマスカット、あ、そうそう、シャインマスカットとトマト、はい、トマト、うん、トマトのパフェあるんですよ。へえ。時期にもよるけれど、なので、まあ、いろんなね季節の、パフェもありますし、はい、僕はね割とパフェの方じゃなくてアイス、はい、これも季節によって乗るフルーツとかも変わるんで、へ、うん、アイスおすすめなんですけど、まだまだね9月暑いので、はい、やっぱり冷たいものが欲しくなるし、であとはその天のまないっていうすごく綺麗な、はい、あの池みたいなところとか、あそこの景色自体もまるでジブリの世界じゃないですか。あ、僕行ったことないですよ。ちょっと待ってください。まないばあちゃんは行ったことあるでしょ。ないです。嘘。はい、行きたいな行きたいな、でこの年まで来ました。はあ、はい、これを知らずに死ねるかと。でも1回目は、はい、1回このマナイばあちゃんのレストランスルーして、はい、1回天のマナイまで登ってほしい。あ、だいたいどのぐらいだろうかな、徒歩で20分、25分ぐらいか、20分ぐらいかな。へえ。ゆっくり行けばね、まあ、25分ぐらいかかるかもしれないし、もとにかくねその歩く道もすごく綺麗だし、はい、川のせせらぎもずっとこう聞きながら、あ、一番いいですね。で川もねすごく綺麗で、でお魚もたくさんいるんですよ、はいはい、食べちゃダメだよ。手でこうガッと握ってつかみ取り、多分ヤマメかな。すごい綺麗、いいじゃないですか、うん、で一番ねそのほとりまで行ったら、あの一応湧き水みたいなのが湧いてて、その水は一応持って帰れると。うーん、家で持って帰って煮沸して飲むと、はい、でミネラルが豊富らしくて、なんか水を取りに来るだけの人も結構見えますね。あ、多いですよね、うん、大山とかは。ただでさ、あんなに美味しい水が飲めるなんて、サントリーの天然水みたいなもんですよね。です、はい、がただですよね。うん、すごくいいですよ。いやなんかね、うん、よく いろんな、ね、SNS で出てきますけど、あのむちゃくちゃいちごバババババってついて映えるんですよ ねでも映え抜きにしてもねこれ美味しいんです。へ、普通に。でもやっぱり映えるから、はい、余計にインスタに乗っちゃって、それでお客さんがすごく多くて、はい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 、まずストレートには入れないんですよ。ストレートに入れない、はい、オープンと同時に行っても多分並んでるね。あ、本当ですか。ぐらい、はい、僕らも
大体普通に行って30分とか1時間くらい待って、はい、ギリギリ入れたとして、そっからさらに1時間待つとか、1個ずつこのパフェ手作りなんですよ。その時その時にもう初めてこう果実を切ったりしていって、はい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 、時間めちゃくちゃかかってて、へえ、だから時間に余裕がある時に行った方がいいですね。あー確かに、うん、なのでまあ予約して、はい、で予約までの時間はそうせせらぎをこう見に行ったり聞きに行ったりして、まあそれいいっすね、がベストではありますね。うん、多分みんなそうしてると思いますね。かもう早めに入れたら先に食べてからまた上まで登ってみて、本当にジブリの世界に入った感じで、あれに近いですね、トトロ。はい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 、うん、いやそういうやっぱ雰囲気、まあ、なんかそのせせらぎの音とか、まあ、緑のね、木々の緑とか、うん、やっぱり疲れた心を癒すなっていう感じはします。まずね、まっちゃんはね本当に疲れてる顔してるもん人生に疲れてるそうですね、多分ね今仕事後にね、はい、スタジオに来ていただいてるんで、あ、そうですね、余計にこのね緊張感がねこうちょっとほぐれるじゃないですか、はい、仕事場だとやっぱり仕事場の雰囲気みたいなのがあって、あ、まあそうですね、こう緩む感じがありますね、ね、どうしてもね、まあ一回ちょっとあれですね、打ち上げというか飲みに行きましょうか。そうですね、はい、僕本当に前とかマジ本当冬かな、うん、ラジオの収録、まあ、してる時に、はい、もう寝落ちしかけてて、あ、普通に他のパーソナリティの人にトントンっておおみたいなでも冬のあの時期ってやっぱタイヤ交換とかもあったり、そうなんですよ、あれですよね、戦争って、戦争なんですよ、言いますよねみんなね、はい、あの時期は戦争だから、戦争の時期はやっぱもう朝から晩までもう体を酷使してるんで、ね、だって車班でタイヤ交換、はい、すぐに車検が来て、はい、で、はい、終わったら次はまた、ね、夏タイヤ交換して、そうですよ、はい、あっという間なんですよ1年も。だからその辺がやっぱ一番売り上げがねバーってこう、ね、そうですね、はい、とんでもないところですから、とんでもないところです。もし抹茶にね、あの、奢ってほしいときはその辺のね時期に声かけましょう。そう、はい、そうですね一番潤ってるかもしれないです、ね、潤ってるし、多分忙しくて頭がね回転してないから、はい、ああいいよいいよみたいな、何でもかんでもはいはい言うと完全にコントロールされてますね、うん、いや本当にそういうところに行って癒されたいですね。癒されたいね、はい、ぜひね皆さんも遊びに行ってください。じゃあ、はい、ちょっとね今月のキャンペーンもりもりあるんで、はい、はい、ジョイカルがですね、うん、秋のキャンペーンをスタートしております、はい、9月1日金曜日から11月12日日曜日まで、家計応援キャンペーン、毎週10万円が当たるというキャンペーンをやっております。毎週10万円が2名、5万円が8名に当たるという、うん、本部の、キャンペーンと山陰独自のキャンペーンもご用意しております、はい、来店プレゼントということでアンケートご回答でギフトカード1000円分プレゼント、あとはリースのご契約で3つから選べる特典5万円プレゼントということで、車検代のお値引き5万円または、下取り保証5万円、はい、またはオプションプレゼント5万円ということで、うん、イベント内容を盛りだくさんで皆様のご来店をお待ちしております。これってもし、はい、その10万円が当たった場合は、はい、リースもお願いしたとして、はい、15万1000円分の、あ、そうですね、得点がつくってことでしょ、はい、皆さん15万1000円ですよ、はい、1000円っていうのはあのギフト券ね、ギフト券ですねギフト券、はい、すごくないですか。いやいやめちゃくちゃすごいですよ、うん、本当に。であの家計応援キャンペーン の、 毎週当たる10万円とかのやつって、うん、多分今回もですけど、うん、現金なんですよそのまま。え、現金渡すんだ、はい、へー、ハルキャンは現金、はい、ご納車の時にお渡しして、はいはいはい、はい、車買ったのにお金もらえるってどういうことみたいな。確かに、はい、でもね多分車代にせずにそのまま使っちゃうぞそれは。いやまあそれなんでそこでやっぱまたね早めにちょっとスタッドレスご準備とか、うん、あーなるほど、本当はつけたかったオプションをちょっとつけてみたりとか、うん、まあそういうことに使われるお客さんも多いかなと。それは賢いですね、はい、うん、いや本当にねドキドキワクワクっていう感じで楽しんでもらえますね、はい、楽しんでいただけるかなと、うん、はい、
あとは、リスナーの方も限定で、はい、洗車切れの洗車無料キャンペーンですね、実施しております、うん、もうどんどんお客さんご予約いただいて来られてまして、うん、本当にたくさんの、方に喜んでいただいてますので、この機会ですね、本当に見逃せない9月は本当に強化月間ということになってますんで、うん、もりもりですよ。そうですね、うん、皆さんもこのお得なチャンスを見逃さないようにぜひご来店いただけたらなと思っております、はい、ちなみに洗車キャンペーンの方はですね、必ずご予約の方もそうですね、はいはい、吹き上げもねさせてもらってるので、はい、お時間かかりますので、そうですね、要予約ということで、突然、まあ、ご来店いただいても、はい、ちょっとご対応ができないので、そうですね、その場合もありますので、はい、必ずお電話いただいた方が、はい、お時間取らせなくていいのかなと思います、はい、僕もちょっとお願いしようかな、じゃあ全然、はい、電話してください、体験レポートということで、ね、P さんですけどってあ洗車無料キャンペーン聞きましたこれまっちゃんだったら通じるけど、他の人が出たら、あ、そうですか、ガチャンですよ、あーですねそう、 P さん出ても分かんないですね、ねえ、はい、もしかしたら社長が出たらね面白いですけどめっちゃ面白いですね、それは、はい、ということでですね、キャンペーンもりもりですので、ぜひ、コバック米子店、ジョイカル米子中央店、はい皆様のご来店お待ちしております。はい、今回も P さんこと P さんと車検のコバック米子店のまっちゃんでした。皆さんさようなら。車検のコバック米子店プレゼンツ、コバックと愉快な仲間たち、この番組は車検のコバック米子店の提供でお送りいたしました。新番組車検のコバック米子店プレゼンツ、コバックと愉快な仲間たち、パーソナリティの P さんとまっちゃんが山陰のグルメやおすすめスポット、相変わらず映画なども紹介、毎週火曜日14時半から。今月はラジオを聞いたリスナーの方は洗車無料、コバック米子店へ遊びに来てね。車検のコバック米子店プレゼンツ、コバックと愉快な仲間たち、この番組は車検のコバック米子店の提供でお送りいたします。こんにちは、 P さんです。こんにちは、車検のコバック米子店のまっちゃんです、はい、今ね、毎週毎週キャンペーンのお話をさせていただいておりまして、はいはい、ご来店たくさんね来ていただいておりますけども、いやー本当そうですね、うん、嬉しい悲鳴という感じで、はい、たくさんのお客様にご来店いただいて、はい、なおかつドキドキワクワクしながら応募していただいて、うん、抽選に当たった方も外れた方もですね、うん、まあ、ご契約いただくと必ず、うん、リースのご契約とですね、はい、特典がつきますんで、うん、本当にたくさんの方に喜んでいただいて、うん、僕たちキャンペーンやっててよかったなと。そうですよね、はい、思っております。契約された人は必ず特典がついて、まあ、ダブルチャンスも楽しめるみたいなね。そうですね、感覚でね、はい、で意外と当たるんですよね、これがね、全国のねキャンペーンなのに、はい、米子のお店、はい、結構当たりが出てるのすごいですよね。そうですね、うん、まあ、僕結構本部と仲いいので、うん、ちょっとそれちょっとこの番組で言っちゃったらなんだかね、裏を感じましたよ。あ、いや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 、はい、仲良しなんで、はいはい、しかもね、やっぱりこの鳥取県西部っていうのは、はい、本当に金運じゃないですけど、はい、ものすごいこう運がいい地域なんですよ、地域上。そうなんですね、うん、っていうのもやっぱ鴨持神社、金持ち神社あります、ね、はい、もあったりですね。で、まあ、西からはちょっと出雲大社からの動線が渡ってますので、はい、ありますね、やっぱ運がいいみたいな、あの三保関までのね、一直線なんですよね。そう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 、はい、そういうことなんですよ、はい、商売繁盛の神様は三保関、そう、はい、そういうことですね、鴨持神社ね、うん、ありますんでね。なのでね、この番組を聞いてる人たちはぐんぐん運が上がっていってますよ。いやー本当にね、うん、応募したお客さんが一番びっくりされてますよ、当選の電話したら。当たるはずじゃない、当たるはずがないみたいなね。え、本当ですか、うん、みたいな。
嘘じゃないですよねみたいな。いや、まっちゃんね、多分ね、結構人をね、はい、あの冗談言ったりしません？あ、まあ、冗談は言いますね、結構ね。うん、だからまた嘘でしょみたいな。狼少年みたいなことですよね。はい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 、うん、本当にどうせまた冗談でしょみたいな感じで思われてるからじゃないですかね。いやいや、本当にね、僕らも当選がね、あの本部から来るんですけど、うん、え、マジみたいな。うん、絶対お客さん喜んでくれるわと思って、うん、電話するともう想像以上の反応、これ嬉しいですね。いや、だってね、2等でも5万円ってことですよね、はい、でかいですよ。10万円当たったらめちゃくちゃでかいですよ。10万円だったらもうね、すぐあれです、パチンコか競馬か。なんでそんなお客さんギャンブラーなんですか。本当になんで増やそうとしてるんですか。いや、本当にね、うん、まあこのキャンペーンもね、僕らが勝手にやるわけにはいかないので、はい、本当にキャンペーン期間中9月1日から11月12日、うん、ここにご来店いただいていろいろお話できないと、うん、もうプツッと13日から終わってしまうんで、うんうん、これ本当に、この期間中にご来店いただかない理由はないかなと思ってます。うん、本当に、やりすぎなキャンペーン期間中になってますので、はい、ぜひぜひ、遊びに来ていただけたらなと思います。ということでですね、今日は今月はですね、はい、スイーツ特集ということでね、はい、まっちゃんの方からお願いします。はい、僕がですねおすすめするスイーツはですね、まっちゃんがおすすめするスイーツってね、ほんと想像つかないんですよね。はい、米子市にありますフルーツカフェ佐伯さんの、はい、いちごのかき氷。へー、はい、まさかのかき氷ですか。はい、はあ、これね、かき氷っていうクオリティを超えてきてて、うん、これでもかっていうくらい、うん、フレッシュなフルーツがもうシャキシャキの氷の上のもう密に並んでて、うん、もうめちゃくちゃ食べ応えありますし、めちゃめちゃ美味しい。どういうことですか、そのかき氷を超えるかき氷とは。そうです、僕昔台湾行った時に、はい、台湾ってマンゴー結構有名で、うん、マンゴーかき氷食べた時も、うん、めちゃくちゃマンゴー乗ってて、マンゴーの、ソースかかってて、うんうんうん、めっちゃ美味しいなこのマンゴーのかき氷と思って、めっちゃでかいですし、うん、食べたんですけど、うん、米子で台湾のマンゴーのかき氷と同じレベルくらいのかき氷食えるとこあるじゃんと思って。じゃん。はい、でここまたあれなんですよね、結構まあ常連さん多いんですけど、うん、全然普通にモーニングセットとかあって、へー、コーヒーとサラダとフルーツとあとサンドイッチ。へー、これめっちゃいいんですよね。何食べても美味しい。これ僕おすすめですね。パフェもあるっすよね、フルーツパフェも。ああ、いい、いい、はい、めちゃくちゃ美味しいっすよね。行きたくなっちゃいますね、それは。かき氷も結構種類があったはずなんですよね、うん、あ、そうなの。はい、いちごのかき氷とフルーツミックスかき氷と、うん、確かマンゴーのかき氷とあと抹茶氷、うん、でもうどれももう最強にうまいっていう。これはやばい。フルーツミックスは本当にもうびっくりするぐらいもうフルーツ乗ってますね。はあ、はい、これやっぱうまいっすね。これはかなり気になる。このフルーツミックス氷ってなんか練乳自分でかけるんですよ、うん、へえ、めちゃくちゃ美味しいですね。いや、なんか そういえばかき氷で思い出したんですけど、はい、米子の天満屋の2階にある、はい、レストラン、カフェ、知ってます？え、2階っすか？うん、レクランっていうとこなんだけど。いや、わかんないですね。多分ね、男性だから特に気づかないかもしれないんです、はい、紳士服じゃなくて、2階って女の子の服じゃないですか、はいはいはい、女の子の服屋さんがある中のこの間、もともとね、なんだっけ、別のカフェが入ってたんですけど、はい、そこに新しいカフェが2021年からできてて、でそこのまあ、ちょっとまだやってるかな、夏暑い時限定のかき氷やってて、はい、それまさにフルーツは乗ってないんだけど、はい、フルーツのそのなんだろう、ペーストが入ってるかき氷じゃないかき氷みたいな、やってて、でみんなが思うかき氷って氷がバーってあって、はい、ソースとフルーツがついてるみたいな、
感じじゃなくて、なんだろうな、ちょっと粘り気があるアイスだ、アイスをかき氷みたいにした感じのやつ。なんて説明したらいいんだろう、ジェラートみたいな感じじゃない？あ、そうそうそう、ジェラートみたいな感じなんだけど、はい、かき氷なの。ジェラートを固めてなんかかき氷にしたみたいな感じの、ちょっとねっとりとした感じの濃厚な、はい、でこれがいろんな味あって、マンゴーとかイチゴとか、はい、抹茶とかいろいろあるんですよ、ネロンとかかな。いいですね。ものすごい、ジェラートではないんですか？ジェラートではないんですよ。うーん、毎年食べに行ってるんですけどね、はい、必ずこう暑い時期に食べたくなる。この先週も行きましたね、ちょうど。へえ。先週ぐらい、うん。いや、いいですね。一回行ってみるとね、これハマる人結構いると思いますよ。うん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 、うん。なんかそのなんかあれですね、かき氷でもないジェラートでもないアイスでもないっていう、そう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 、新感覚の、新感覚ですね。これ何なんだろうみたいな。でも美味しい。へえ、うん。いや、もう本当にね、ここでなんか朝モーニング食べて、なんか昼間ちょっと自転車乗って、今夕方はあれかもしれないですけど、本当に暑く汗かいた後かき氷食いたいなみたいな、一番贅沢な。ああ、贅沢ですね。はい。託税ですね、それは。託税したいんですよ、本当に。いやー、スイーツっていいもんですね。いや、本当にね、なんか甘いものって結構、うん、疲れた体を癒してくれるっていうね、はい。ぜひね、まっちゃんをね、癒してくれる、そんな存在、はい、ぜひご連絡よろしくお願いします。一応ね、さっきのね、その、はい、かき氷の写真あったんで見てもらっていいですか、はいはい、ちょっとラジオでは伝わらないけど、わかる、これ。何これ、そういう反応するんですよ、これかき氷なんですよ。あれ、なんすかこれ、カイコのあ、そう、眉みたいな、眉みたいな、ちょっとね、こう脳みそみたいな感じなんですけど、モンブランだ、モンブランみたいな映像なんですけど、これ本当に正真正銘かき氷で、へー、まだね、間に合うかもしれないから、ちょっと一回行ってみてもらっていいですか、はい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 、めっちゃうまい。へー、なんか美味しそう、なんか色が色なんであれですね。いや、これは多分メロン味じゃないですかね。ああ、多分これがね、あのかき氷ですね。あ、結構まあでもスタンダード、はい、うん、こっちはちょっとあれですね、これ見たことないでしょ、見た目は衝撃的ですね。なので、まあ、初心者の方はぜひね、いちごか、はいはい、抹茶、これおすすめです。へえ、はい、もう間違いない。なんかそれが冷たい感じのイメージしないですもん、今写真見ただけじゃなくて。ああ、はい、確かにキンキンですんでね、はい、ということでね、はい、皆さん、スイーツ食べましょう、はい、はい、ということで最後にちょっとキャンペーンの話、はい、しましょう。今ですね、秋のキャンペーンを開催しております。毎週10万円が当たるキャンペーン、あとはですね、参院で、独自のキャンペーンをご用意しております。アンケートにお答えいただくだけで、1000円プレゼント、あとは、リースのご契約のお客様、5万円の選べる3つの特典やっております。車検代を2引き5万円、下取り保証5万円、オプションプレゼント5万円、この3つのどれか1つですね、お選びいただけます。アンケートご回答はギフトカードの1000円プレゼントというふうになっておりますので、うん、ぜひぜひこの機会にご来店いただいて、お車のご相談等をしていただけたらなと思います。はい、で、車検の小箱米子店のですね、このラジオを聞いていただいているリスナーの方限定で、洗車機での洗車無料キャンペーンということも、継続して、やらせていただいております。はい、撥水コートの洗車になりますので、本当にスタンドさんでされると2000から3000くらいするようなコースをですね、うん、リスナーの方限定で無料でさせてもらってますので、うん、ぜひこの機会にですね、愛車を、ね、きれいにしていただいて、吹き上げ等もですね、当店のスタッフがさせていただきますので、お待ちいただいている間、お飲み物をご用意しますので、ゆっくりお過ごしいただいて、洗車お車きれいにさせてもらえたらなと思っております。はい、お時間が、吹き上げまでするので大体 2,30 分かかりますので、洗車無料キャンペーンについてはですね、要予約というふうになりますので、うん、必ずお電話の方よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。そして、来月の、テーマなんですけどね、はい、はい、10月ということでね、まだ食欲の秋がね継続しておりますので、はい、次は洋食グルメ、
はい、こちらをね、ね、紹介させていただきたいなと思います、はい、洋食なんでね、まあ、結構幅は広いとはいえ、まあ、僕は結構イタリアンとか好きなので、そっちパスタとかそういったところをね攻めていきたいなと思いますけども、はい、まっちゃんは何系ですかね。そうですね、うん、僕は結構オムライスとか好きなんで、ああいい、はい、いいですね、そっち系っていうのはまあ洋食ですけど、ね、はい、攻めていきたいなとか、カレーとかね、あ、はい、カレーライスも美味しい店たくさんありますしね、はい、そうですね、はい、ということでね、皆さんね、楽しみに待っていただければなと、はい、お腹空いてきましたねもう今、はい、時間的にねもう腹ペコですよね。そうなんですよ我々ね、はい、はい、ということであっという間でしたね。はい、今回もP さんと車検の小バッグ米子店のまっちゃんでした。それでは皆さん来週楽しみに待っててね。じゃあね。車検の小バッグ米子店プレゼンツ、小バッグと愉快な仲間たち、この番組は車検の小バッグ米子店の提供でお送りいたしました。車検の小バッグ米子店プレゼンツ、小バッグという会な仲間たち、パーソナリティの P さんとまっちゃんが山陰のグルメやおすすめスポット、相変わらず映画なども紹介、毎週火曜日14時半から。今月はラジオを聞いたリスナーの方は洗車無料、小バッグ米子店へ遊びに来てね。